鈴鹿御前へ。これは俺なりのお別れだ。鈴鹿山の汚染はますますひどくなってきた。もうみんなを連れてここを離れるしかない。みんなはなんだか寂しそうだ。カニ姫なんかは俺たち全員の絵を描いてくれた。ここを離れる前にあの木の刻みを名残惜しそうに触ってた。お前のために、鈴鹿山のために、何かを残したかった。俺は悔しい。お前に託されたのによ。お前が帰ったら鈴鹿山を守れなかったことを謝るから。海の向こう側でまた会えるんだよな。わか、はあ、行こう。お前は相変わらず一人で全て背負い込んでいるな、大竹丸。お前はちゃんと私との約束を守ってくれた。もう大丈夫だ。お前を迎えに来た。私はずっと悩んでいた。あの時私は、それならよかったのに。だからこそお前を利用する奴を私は決して許さない。もう一度会うために、私はこの幻を切り捨て、艦隊を引き、黒幕に代償を払わせてやる。それでこそ鈴鹿山の主、助立ちした甲斐があったというものだ。元凶は敗れた。私が霊視でこの地の手がかりと良き神の御事の痕跡を見つけ出そう。我が艦隊よ、いざ出航だ。